沼の中心に見覚えのある人物が佇んでいる。泥が溢れた異常な町の奥で出会ったのは君の影。よく見ると影の君の足元から泥が生まれている。どうやら彼がこの泥の原因だったらしい。彼はうっとりとした表情で泥をすくい、その泥のことを才能と呼んだ。戦いの才能に友を作る才能。君はこの旅の中で多彩な才能でラティを導いてきた。そしてラティを指さした彼は、出来損ないのお前が持っていないものだと高々に笑う。そんなことはない。君は自らの影に毅然と反論する。影の君は笑いながら泥の底へと沈んでいった。これが心の傷。おぞましい光を前にクリンがゴクリと喉を鳴らす。声とともに傷から現れた巨大な黒い影。君たちはその黒き魔物と対峙する。
素晴らしい。黒い影が残した最後の言葉から、君は悲痛な思いを感じ取る。ラティに託された巫女という使命、その才能のおかげで、彼女は人々から愛されることができた。だがそれは偽りの愛。使命によっていずれ消えゆく彼女に、真の愛を注ぐ者はいなかった。その巫女の才がないと分かった時、全ての愛は途絶え、彼女は全身を孤独の闇に沈めた。黒い影を倒した君たちは、巫女の器を使って傷を癒そうと試みる。ここ一帯を怪我していた傷を治し、町をあるべき姿へと戻すことができた。目的は達したと、君たちは心の世界から元の世界へ戻ることにする。男は君を見つけるなり、会いに来てくれて嬉しいと言ってハグを求めてきた。しぶしぶそれに応じる君のことを、仲間たちがやれやれといった目で見てくる。老人がせっせと体を鍛えている。聞くと、大勢いる孫たちの遊び相手をするためなのだそうだ。フィーラとハイドが幸せそうに水遊びに興じている。そんな光景を見られるのはもうこの世界だけだ。
男は真っ赤な花びらをせっせとかき集めている。贈り物にするのだろうか。少年は花を小刻みに振っている。猫をおびき寄せようとしているようだ。女は恋文に花を押し付けている。押し花を添えるつもりのようだ。お決まりとなった自称精霊の呪文にいざなわれ、君たちは心の世界を後にした。元の世界へと帰ってきたランカとクリムは、信じられない経験をしたような顔でぐったりしている。心の改変に伴ってラティはまたぐっすりと眠っていた。岩屋で時折見た悪夢を見るような彼女の寝顔が少しだけ和らいでいるように感じられた。白の巫女たちの助力を受け、君は目的を達した。彼女たちを北の島まで送り届けてあげよう。君たちが船を降りると、そこには白い鎧の兵士たちが一糸乱れずに整列している。ラックがお出迎えかと口にするが、そんなのんきな状態ではなさそうだ。国名に従い反逆の巫女を拘束すると、無数の刃が君たちへ向いた。聞けば森で仮面の兵士を逃したことが重大な国名違反になったのだという。ランカはうなだれている。巫女にとって国名とはそれほど重要なのか。隊長と思わしき兵士が
ランカに拘束具を取り付けた後、こう続ける。巫女には教育を施す、残りの者は従者もろとも切り捨てろと。君たちが兵士を退けた時には、ランカの姿は見えず、連行されてしまっていた。クリム曰く、教育を受けるランカは、都の宮殿の地下にある地下学校に運ばれるらしい。ランカ、ランカと弱々しくつぶやく従者を引きずって、仲間を救うために君は歩き始めた。
地下学校へ行くための宮殿の門は屈強な兵士に塞がれている。穏便に通れはしなさそうだ。君が武器に手をかけようとしているとクリムが別の道へと誘う。彼女によれば都にある巫女の社から宮殿の地下へ続く隠し通路があるらしい。社の縁の下に古びた扉がある。これが地下道への入り口だろうか。君たちは扉を開け、地面に掘られた階段を下った。延々と続く薄暗い地下道。気味が悪いなと震えるラックを、お化けは出ないから大丈夫とクリムが元気づけようとする。敵の兵士は出そうだぞと君は二人に注意を促し先へ進むことにした。白き宮殿の地下に広がる地下学校。日のない地下に日夜問わず筆記の音がこだまする。日記帳のようなものが机に置かれている。中には整った文字でこんなことが記されていた。
この先は何も書かれていない。君は日記を机の上に戻した。扉に隠れてランカがこちらを覗いている。しかしどこか様子がおかしい。クリムは、違う、この子はランカじゃないと震えている。ランカそっくりの少女はどこかへとかけていった。扉の向こうから兵士の声が漏れ聞こえてくる。ここからの出入りは諦めよう。さあ、戦いです。中身が空っぽのカゴが無造作に置いてある。一体何を入れるのだろう。Thank you.
巫女は都の所有物であると少女は何度も復唱している。巫女は何も求めてはならないと少女は読み上げている。巫女に選ばれることは名誉なことであると少女はつぶやいている。巫女の器は命よりも重いと知れと少女は書き写している。ご武運を。退けましょう。素晴らしい。通路の先に小部屋のような開けた場所がある。
君がそっと部屋の中を覗いてみると、どうせ誰も通らないし、兵士は愚痴をこぼしながらいい加減に見張りをしているようだ。目の前に飛び出さない限り気づかれなさそうだと君は呆れ顔をした。兵士に見つからず部屋を抜けることができた。ラティがほっと安堵の表情を浮かべている。君たちが部屋を抜けると、見回りの兵士はそろそろ飯の時間だと言ってどこかへ行ってしまった。兵士が見回っている。この部屋は二人体制のようだ。クリムがランカが先にと言いかけ、はっと口をつぐむ。君は返事のない誰かの代わりに、俺が先に行くと言って先陣を切った。ここまで来れば大丈夫だろうと君は警戒を解いた。すると兵士たちは顔を見合わせて、休憩にしようとうなずき合い、どこかへ行ってしまった。
一本道の通路、その両側には無数のカゴが規則的に並べられている。多くは空っぽだが、いくつかのカゴの中には人型の影のようなものが見えた。君が顔を近づけてみると、影も顔を寄せ、目をパチパチさせてくる。カゴの中の影は間違いなく生きている。君は自身の想像に悪感を感じてカゴから離れた。階段を降りた君たちの目に大勢の兵士の姿が飛び込んできた。慌てて物陰に身を隠し様子をうかがう。これまで以上に厳しい警備だが、とにかく慎重に進むしか道はない。あいつちゃんと仕事してないな。兵士は愚痴を言いながら君たちに迫ってきた。
君たちは急いでその場から逃げ出した。君たちは何とか兵士の追跡を振り切った。兵士たちの動きを注意深く見ながら進む必要がありそうだ。侵入者を発見した時は、兵士は慌てて武器を構え、君たちににじり寄ってきた。悪い子はお仕置きするしかないように。兵士は不敵な笑みを浮かべて君たちに近づいてきた。